どうも。はい。マセキの浅草キッド、エルガブキのエルウダです。どうも、デロリアン林です。ねえ、なんか浅草キッドなんて勝手に名乗ってていいのかよくわからない状況らしいんですけどもね。なんか含みはありませんけど。まあでもね、はい、やっぱり我々野球ファンとしては、甲子園大阪桐蔭史上2度目の春夏連覇ですか。まあ。びっくりしましたね。びっくりしました。まさか大阪桐蔭が勝っちゃうとは。ねえ。思いませんでしたね。ひどいね、見出しがあって。103年ぶりにね、うん、まあ、金足でしたっけ？金足農業ですか、うん。秋田県勢として第1回大会で103年ぶりの決勝進出を果たし、うん、21日に2度目の春夏連覇がかかる大阪桐蔭との決戦に挑んで、まあ、残念ながら負けてしまったんですが、はい、県立金足農業高校、うん。公立高校が地方予選から選手交代なしで勝ち抜いてきた姿が全国的な人気になったと。はいはいはい、はい。いう夕刊フジの見出しの一面の、うん、ひどいのは、うん、ネットも興奮。平成最後の一揆っていう。秋田の人で怒った方がいい、本当に。農業しかやってないみたいな。秋田県民は農業しかしてないんだろうみたいな。ひどいで。ひどい。でね、なんか誰かがツイッターに上げてたけど、うん、ものすごい戦車が向かってくるところに、うん、農業用のトラクターで向かってくる写真が、うん、千何百いいねされてるっていう。1万かな。すれ違ってんの。だそういう戦いだっていうのを言いたいんだろうね。なんだよそれ。ねえ。まあ確かにね、うん、すごいなと。ひどいですね。一気ですよ。平成最後の一気が起こったと。でね、その金足農業のエースですか、うん、吉田輝星投手が、うん、侍ポーズ禁止令っていうのが出たと。はい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 。なんか吉田投手がルーティーンとして侍ポーズってのがあるらしいんだけど、うん、なんかそれ禁止令が出たと。はい。吉田は初回と最終回の守備時に侍の居合抜きのような仕草を中堅の大友とし合ってリラックスすることを恒例にしていたが、うん、保守の菊池選手によると、うん、試合前の練習時に大会本部からもうしちゃダメだよと通達があったという。なんでだよ。だから高校生だからじゃないですか、高野連的には精神をね鍛えなきゃいけない。なんでしょうね。うん、だから初代タイガーマスク、佐山悟さんの創設した格闘技にもあるんですよ、ルールで。うん、ガッツポーズ禁止ってのがあるの、うん、試合に勝ったとガッツポーズしちゃいけないとか。はい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 。あと、茶髪禁止ってのがあって、はい。かっこ、白髪染めは認められるとか、ね。ルールブック読んだ時、それ笑っちゃったんだけど。いや、それはやっぱ本人がやっぱ白髪染めしたいから、ね。いや、そういう、あ、なるほどね。わかんないけど。それはそうでしょ。わかんないけどね。あと、なんかその、佐山悟の創設したシューティングって団体は、うん、入場の練習もさせられたと。昔。あの甲子園のね。手をピシッとして、うん、こう、ゆっくり歩くのを練習したとかね。そういう精神を鍛えなきゃいけないんだという。なるほどね。でね、そんなことが書いてあった、新設佐山悟という本、うん、初代タイガーマスクと呼ばれた男、昨日やっと読み終わりまして。ああ、でも読んだ、ついに。半月ぐらいかかったんですけど、はい、びっくりするね、こと書いてて。何？90年代に行われたシューティングで格闘技なんだけど、うん、その大会で結構、佐山が、うん、やっぱ借金とかすごかったらしいんだよね。まあ、立ち上げるのにね。そう。まあそういうもんだな。まあ、起業するようなもんだからな。で、まあずっとね、実はその、周りからか、うん、勘違いされたんだけど、うん、やっぱ借金がすごくて、自分の持ち出しずっとやってたという人なんですよ。ああ、はい、はいはいはい。その人の90年代後楽園ホール大会の、後演者が、織田武道だったという。マジで？いや、俺読んだ時思いましたよ。マジで？いや、お賽銭の使い道と。すごいな。大変でしょ。すごいな。ね、おい、じゃあ、織田武道は、うん、佐山悟の檀家さんだったみたいな。いや、どうなんですかね。佐山悟にお賽銭を投げたのかもしれませんよね。あ、それってあれか、織、うん、田武道が、うん、武道スピリッツだっけ？それはもっと後だね、2000年代。だから、もともとそうなんだね、うん、じゃあ。地盤は、うん、地盤作ってたんだ、じゃあ。で、あとね、まあ今の冗談で、俺は本気で言うけど、織田武道はやっぱその、90年代に活躍した面白僧侶なんですよ。まあ、面白そうだね。で、お賽銭とかを使ったんじゃなくて、生だらとかで自分で出て稼いだタレントのお金を、まあ そうだね、そっちに講演してたんじゃないかと。なるほど ね。カウンタックと佐山悟に使ったんだ。そう、カウンタックフェラーリと。フェラーリカウンタック。ねえ。すごい。こういうのがね、乗ってました。びっくりしましたね。タクシー止めるとき、蹴飛ばして止めてたって言いつはあるからな。まあね。ドラムドは。でもそういう宗派なんでしょうね。いや、ねえ。ねえ。なんで脈々とタクシーは蹴飛ばすことって伝わっていくんだよ。なんかね、織田武道の武道スピリッツって自分の立ち上げた団体の写真がね、ネットに上がったんだけど、はい、僧侶がこうやって持ってさ、シャリーンってやる棒あるじゃん。なんかね。あれを相手に向かって構えてましたけどね。棒術も見れるぞみたいな。なるほど。ね、平成最後の一揆はそっちだから。いや、なるほどね。最初の、最初の。
最初の一期は織田武道だった。生だらに出てタレントとして革命を起こしたというね。はい。でね、清原和博氏が来たー、甲子園に姿を見せるデイリーなんですけど。お来たーがの。そう。無駄なね、無駄な小田裕二の。小田裕二さん、ちょっと許可得てるんですかね。いや、どうなんですかね。僕もまね、許してないですからね。山本隆弘さんはね、確かにちょっと馬鹿にしすぎてますから。ダメだろう、お前。フォローしろよ。小田武道と小田裕二の小田はくしくも同じ文字、ね。まあまあいいですね、書き方。小田つながりで。で、小田裕二と、ほずづきほなみさんが久々にドラマで共演するというので。あ、そうなの？そうですよ、東京ラブストーリーは二十何年ぶり。で、今ニュースになってんだけど、52歳の鈴木保奈美さんがもうすごいかっこいいね、ポーズでこんな写真撮ってます、ね。いや、その見えないから。かっこいいなと。でね。見たいね。まあまあ。ニュースの女以来じゃないですかね。あ、鈴木保奈美さんが出るとしたら。違ったか、小田保奈美さん違ったっけ、あれ。でも、小田裕二とはね、東京ラブストーリー以来でしょ、多分ね。まあね。ねえ。まあいいんですけど、その、清原氏は、試合開始約20分前に関係者席に着席。うん、黒い T シャツ姿。うん、猛暑の中、ハンカチで汗を拭きながら、金足農業のノックを熱い視線で見つめたと。おー、見に来てたんだ。そうです。へぇー。甲子園でハンカチですよ。うん、もう新ハンカチ王子狙ってますから。清原和博。やっぱあの時使ってたハンカチなのかね。うん、入賞した時に買ったハンカチっていうさ。はい、いや知らない？清原がその1回入って出てきた時に、はい、なんかドキュメンタリーかなんか密着したやつで、うん、その時に番号をつけられると。へ、うん、でその番号をそのハンカチに書き込んで絶対忘れないようにすると、うん、もしも自分が我慢できなかった時にはこの時入った、はい、入所した時に、うん、買ったハンカチとその番号を見て絶対思いとどまるっていう、はいはい、復帰した際はそれを背番号にしたい背番号にしたいどこででも草野球とかやってほしいな、ね、どっかなまあでもねやっていいと思うけどなちゃんと構成したするんであればねそれはもういいけど社会復帰なんてねした方がいいわけですから草野球とかね清原来たら盛り上がるんだろうなでもね、うん、その清原がね、その新ハンカチ王子だなんて今言われてますけど、うん、夕刊フジではね、今日の斎藤佑樹さんのインタビューがあって、見出しでね、うん、呼ばれるのは嫌なものでした。ハンカチ使わなきゃよかったという見出しだったんですよ。まあ、人生狂わされちゃっただろうしな。まあプロになってもずっとね、そのまた同じようにこう注目され続けて。だけども一戦でいければよかったけども、まあ、正直勝てくはねそんなできてないからな、まあ、誰しも波はあるからねそれがその高校の時に来ちゃって、うん、変にもてはやされたっていうのはちょっときついよねこの前だってなんかうまくいかないよな2軍で頑張ってもな、うん、1軍来たらね大炎上だしでもすごいことですよプロに居続けるっていうのはねまあ俺たちだってなんだかんだ8年間マセキ芸能社でプロでやり続けて相当な浮き沈みありますよ。確かに。斉藤由紀と並ぶな、お前。いやいや、並びますよ、本当に。並ぶな、お前。ねえ。昨日だってね、メレンゲの気持ちの前説やってますからね。サブじゃねえか。ファーム中のファームじゃねえ前説王子って言われてますから、今、本当に。ねえ、うん。そしてですね、トースポの3面なんですけど、うん、B リーグ4選手による売春行為っていうのがあって、バスケットボールの。ああ、そのニュースは知ってる。なってますよね。うん、これもね、トースポの見出しひどかったですね、うん、バスケ、売春4兄弟の激痛大賞っていうね、売春4兄弟よ、断固3兄弟、おかしいでしょ、ね、美濃3兄弟とかいろいろあったけどさ、うん、で売春4兄弟だとさ、うん、同じ女性と4人がこう行為したみたいになるけど、ちゃんと別々の方と金銭をやり取りしてやったわけですから、いいんですよ、それは。でもさ、これ、うん、あれどこだっけ、あれ今回やってるとこ、大会、場所。あ、どこだっけね、アジア。アジアのどこだっけ、うん、ジャカルタですね。ジャカルタですね。はいはいはい。なんかさ、これ、なんかニュース俺聞いたやつだってさ、うん、なんか日本のカラオケだとやっぱ違うらしいよ、向こう。あ、なるほどね。お姉ちゃんつくんだって。はいはいはい、なるほど。そうそう、だキャバクラみたいな感じになっちゃうんじゃない、うん、そうなのかな、うん、なんかね、その地元民向けのローカルなデパートがいくつか並ぶ繁華街です、うん、その谷間のようなエリアに現地在住の日本人向けの店が並んでいる、うん、それはリトル東京と呼ばれているジャカルタでね、そこに日本人相手のカラオケクラブも20軒ほど点在していると。そうですね。ただインドネシアでは売春は、違法だと、なのでこう厳重注意でこう強制とかになったんですけど、はい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 。あ、完全にもうやったんだ、じゃあ。あ、もう認めたね。9000円を支払いましたっていうのをちょっとこう、恥ずかしそうに言ったということなんですけど。そうね。リトル清原ではなくリトル東京。リトル東京ですね。あとね、猪木の昔のリングネームはね、リトル東京トムなんで。あ、トムってつくんだ。つくんですよ。へぇー。ほんと、ブラザートムか、末高トムか、リトル東京トムか、言われてんだけど。ねえ。あと、猪木のね、別のリングネームはね、ミスター梶本ってのがあってね、昔。
いやいやいや、だからそれプロレスゲームの名前じゃなくて違います。バッタモンの、だから、あの、半券降りなかった時の名前じゃないですか、それ。日本人っぽい名前なんですよ。梶本。梶本。でね、調べたらね、猪木のリングネーム他に何があったのかなって。はい。そしたらね、本名の猪木漢字で活動していた時に、うん、出演したテレビドラマ、チャンピオン太し。おぉ、チャンピオン、ああ。そう、漫画が原作ですけど。あれですか、我々の単独ライブね、チャンピオン細し5年前やりましたけど。そのチャンピオン太しでの役名が、はい、死神酋長だったと。あ、聞いたことある、それ。力道山、師匠の力道山先生が、うん、死神酋長を気に入って、猪木のリングネームにつけようとしたってのがウィキペディアに載ってるんですよ。おぉー。で、なってないじゃないですか。なってないね。おそらくなんだけど、うん、猪木がたった一回だけ力道山に反抗したんだよ。絶対売れそうにないもんな。ね、死神酋長は嫌でしょ。あんなカリスマならないです、ね。ワンクールのみの出演の基礎だよな。そうだよ。ね、でももしかしたら国会議員死神酋長だったかもしれませんからね。アントニオ猪木なわけですから、今。その時猪木漢字で出るわ。そうか。うん。生きてますかいいよ。ねえ、死神なんで。はぁ、なるほど、ね、なるほど。そんなことがあったということでね。へぇ、バカだね、これでね。うん。人生棒に振って。いやいや、まあまあ、でも。だ、まあ、だから、思わず入ったところだったのかも、ちょっとわかりませんけどね、私は。桃田パターンで、うん、まあ、次なんかね、はいはい、あればいいとは思いますけどね。バドミントン桃田ね。うん。あとはね、その B リーグだから、うん。これ言ったらどうだったかなって感じで。ビーバーでしかやってませんって。あ、さすが B リーグじゃあいいぞと。B リーグですよ。ねえ。そういうの。J リーグって何すんだろう、いや、相当言っとるかな。J リーグって何すんだろう、お前、胸のカップでも聞いたことない、J は本当に。おねえ。ということで。おまた、明日、お聞きなさってください。